い、では最近ハマっている巻き方をやっていきたいと思います。もう結構ね、髪の毛も伸びてきましたよ。くらい バッサバサだけど、最初にオイルを使っていきます。オイルを使うとなんか熱の伝導率が良くなるらしくて、髪を保護するような役割も兼ねてオイルを使っていきます。私はバキ油使っていきます。最後にベストコスメでも紹介したロゼガレのオイルを使いたいので、あんまり匂いがついていないオイルを全体になじませてから巻いていきたいと思います。いつも使っているサロニアのヘアアイロンを使っていきます。これは確か32ミリかな、36かな、32かな、あんま分かんない、ちょっと後で概要欄に書いておきたいと思います。半分ぐらいに分けてやっていきます。まず全体に熱をなじませてから巻いていきます。適当にミックスで巻いていってます。私はで最初は縦巻きでいくんですよ。で毛先だけこうアイロンを平行にして外巻きアイロンを平行にしてこう外羽みたいな感じで作るのにハマっていますね。ここの毛先まで来たらこういう感じでアイロンを平行にする。この辺からざっくりと縦で巻いていきます。こういう感じで、したら一番最後、これで外しちゃってもいいのかな、外しちゃって最後のところを外羽ねさせます。下の方をこう横にこうくるんとさせるとね、ちょっと動きが出てすごくいいなって思ってて最近やっています。顔周りは大抵外巻きですかね。でも前髪が今そんなに長くないので、ここはこういう感じで、これも外に跳ねさせるような感じで巻いています。わかるかな、この外に跳ねてる感じそれがすごい今ハマってて、このぐらいの高さでやった方が分かりやすいかな。で崩してバランスを見て、外に巻かれていないとことかはこういう感じで足す感じで外で巻いています。あ、この角度でやればよかったんだ、すいませんこっちの方がめっちゃ分かりやすいですね。全体的にそれができたら、ほんの少しだけ薄く取って、まあどっち巻きでもいいんですけど、こういう感じで適当に巻いて、この最後まで来たらもう一回ここでくるくるくるっと丸めていきます。で外すそうするとちょっとウェーブがかったゆるい巻きができるんですけど、はい、それでちょっとなんかニュアンスを出していきたいというような。感じです、うん、でロゼガレのフィグパフュームオイル、こちらを使っていきます。これは香りがいいので私は使っています。いつも4プッシュぐらい使っています。しまして、で下からこう持ち上げる感じで崩す感じでつけると、さっきの外羽ねとかもより外跳ねしてくれていいかなと思います。できるだけ空気を入れる感じでやってますね。で最後に私はヘアスプレーでスプレーしていきます。中にシュッて入れる感じで、こういう感じで中にシュッて入れて揉み込むような感じでつけていってます。そうするとあんまり
こう下手ってこないので、あとはこの前髪ね、前髪はいはい、こんな感じで完成です。こんな感じですね。最近ハマっている巻き方はこういうような感じです。本当に見づらくて申し訳ないです。で、こちらの毎日メイクの方も動画アップされていると思いますので、そちらもぜひ合わせてご覧いただけると嬉しいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の更新でまたお会いしましょう。失礼します。